覚悟はできてるか？あはん。オッケー、はい、レディー。はっ、相変わらず暑苦しいね。あとは俺に任せな。あいにくだが、あんたに使う時間はねえ。あんたを倒して俺が勝つ！あんまり俺を怒らせんなよ。いいね、いいね。楽しくなってきたぜ。悪いね。うちの副将はちっとばかり短気でな。おい、小十郎。あいつは一体誰だ？おっと、やっと本性を見せたか。おっと、俺がぬるくなってどうすんだ。おめえら、あのお客さんに痛い目見せてやんな。面白い。あんたら気に入ったぜ。だが、俺の死に場所は、俺が決めるぜ。ああ、俺の知り合いだ。訳ありのな。俺は死を恐れねえ。だが、死のうと思ったことは一度もねえ！政宗様、それは、そう。お前が教えてくれた言葉だ。俺は死にゆく部下を見捨てるような、そんな無責任な大将になる気はねえ。俺を怒らせるんじゃねえ。お行儀の悪いお客さんはお仕置きだ。お手並み拝見といくか。お前の言うことはもっともだ。だがな、右か左か揺れる天秤を眺めるのは好きじゃねえ。俺はどっちも掴んでみせる。どけ、小次郎。こいつは見応えがあるぜ。この渇き、あんたが癒してくれるのかい？この勝負、一回限りってのが惜しいじゃねえか。この前の続きと行こうぜ。ご希望とあらば何度でも言ってやるぜ。しょうがねえな。間違ってもぶっ倒すんじゃねえぞ。随分と気合入ってるじゃねえか。随分と粋な褒め言葉じゃねえか。オーケー。その意気、見せてみろ。小十郎、そいつら何しに来たんだ？ふーん。そういうあんたはどうなんだい？その代わり、しっかり俺を楽しませてくれよ。そんなに俺が怖いのかよ。だからあんたがここに来た。オーケー。そんなところでくたばんなよ。どう料理されたいか考えておけよ。またレアな理由だな。やるじゃねえか。合格だぜ。カモン！わざわざ挨拶に来てくれたのかよ。何倍にして返してほしいんだ？オッケー、好きにしな。喧嘩なら買ってやるぜ、豊臣さん。おやおや、元気がいいこったな、お二人さん。手取り足取り俺が教えてやろうか。出迎えの準備は万全だぜ。小十郎が育てた人参が食えねえとは言わせねえ。はぁ？寝言は寝てから言うもんだぜ。大きく出たじゃねえか。遅かったな。待ってたぜ。おい、小十郎。痛い目見せて追い出してやんな。おい、独り占めしねえで俺にも残しておけよ。
熱くさせてくれよ。見せてやるぜ、ショータイム。癖になるなよ。どうした？もっとテンションを上げてこうぜ。いいね、いいね。戦の花だね。時間の無駄だぜ。